ジョン・ボイデルは、イギリスの版画家、絵画の複製版画を行った、出版業者である。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲の場面を同時代の画家たちに描かせて、複製版画で出版した、プロジェクト、ボイデル・シェイクスピア・ギャラリーなどで知られる。シュロップシャーのドアリング・テン・レーンに測量士の息子に、生まれた。後に家族とエールズのフリントシャーに移った。執事などで働いた後、 当時の野心的な若者と同じように西インド諸島に渡って金持ちになろうとしたが成功せずにイギリスに戻った。1740年頃にウィリアム・ヘンリー・トムズが制作したウェールズの城の版画を見て版画に興味を持ちロンドンに出てトムズの工房に見習いとなり美術学校に入学した。14時間トムズの工房で働いた後夜学校で学ぶ暮らしを続け 6年後の1746年に自分の店を持った。自らの版画だけでなく他の版画家の作品も出版し、1750年代にはフランスから版画を輸入し成功した。フランスの版画業者と商品の交換をするために、ウェールズの風景画家、リチャード・ウィルソンの原画作品を版画家のウィリアム・ウーレットに依頼して、版画を作り出版するなど、国外でも人気のある。 版画作品の出版に努めた。1790年代に、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲の場面を同時代の画家に描かせて、それを版画化して出版するという大規模なプロジェクトを立ち上げ、ベンジャミン・ウエストやヘンリー・フュースリーといった有名な画家に原画を依頼した。1790年に、ロンドン市長も務めた。1790年代のフランス革命と、 その後のイギリスとフランスの戦争は、ボイデルの商売に打撃を与え、1804年に、ボスる時には極めて資金繰りが苦しい状態であった。ありがとうございます。